こんにちは塾の福部です今回はですね、職場における人間関係、まあ職場でなくてもいいんですけども、組織とか地域社会、まあ主には職場における人間関係でなんでトラブルが起きるのかについて非常にね、簡単にお話ししていきますね。まあこれでほとんど間違いないんですよ。それはですね、40代、50代の方が頑固で自分勝手だからなんですよ。もっと言うとコミュニケーションが下手なまんま40代や50代になってしまったんですよね。 大体こういうふうな組織の構造っていうのは若手とあ熟練ですよねこの2つに分かれていくんですよいわゆる年寄りと若者です40代になって年寄りっていうのはどういうことかって言いますけどもまあ40代は組織の中ではもうね十分な年寄りなんですよ若いつもりでいるのは結構ですけども20代や30代の方から見るとああはなりたくないよねもしくはあんな人になりたいどちらかに分類されますそうでなければ完全に無視されますね で、なんでね人間関係が年長者のせいなのかってことなんですけどもいや考えてみていただきたいんですけども20 30代、30代はこれからの人ですまだ経験も少なくって社会人としてまだ知識もそんなに入ってませんですんで40代50代の人をお手本にいろいろ考えながら失敗しながらぶつかりながら育っていくんですよそれに控え40代50代はある一定の分別があるはずなんですよ そして今までの人生経験の中でいろんな人とのコミュニケーションに熟練しているはずなんですよ。じゃあ40代50代がなんでね他の人との人間関係の中でトラブルを感じるのかもしくはトラブルを起こすのか自分は悪くないのに周りの人が悪いと思ってしまうのかそれは単純に経験不足で40代50代になってしまったんですよね。いやさすがに40過ぎたら 人間関係のトラブルなんて簡単に裁いてくださいということを20代、30代の人は期待してるんですよ。で、そういうふうなスマートな裁き方を40代、50代の人が見せないからトラブルんですよ。こいつらの言うこと聞いてたまるからってなるんですよ。だから尊敬されてお手本になるような40代、50代に自分を育まなかったそういった人生経験が全てをぶち壊してるんですよ。じゃあどうすればいいのか。 それはですねおいては子に従いという言葉もありますけども年齢を重ねれば重ねるほど若者に合わせることなんですよもうこの時点で何でだよと思うでしょそれがもう全てのぶち壊しの始まりなんですよいいじゃないですか若者にどんどん挑戦させてあげれば結果責任は誰が取るんだって言いそうですよねそれは40代50代の人が取るに決まってるじゃないですか何のための年長者なんですか若者がミスをした若者がやりすぎた若者が めちゃくちゃゃくしまった。その責任を取って頭を下げてあげるからこそ若者にチャンスをどんどん譲ってあげるからこそ若者は育っていくし恩を感じるんじゃないですかねやる前から「それはやめた方がいいよ」口を出してみたりとかねいろんなことをやって「ほらな誰が責任を取ると思ってんだこんなこと言ってませんかいいじゃないですか好きなようにやってみろと全責任は俺が取る こう言える40代に入っていかなければ、とてもじゃないけども、部下の責任を取るような、後輩の責任を取るような、尊敬される上司にはなりませんよ。失敗しても、上司や先輩がケツを持ってくれると思うからこそ、若者は自由にのびのびと挑戦できるわけですよ。若者の特権は挑戦するってことですよ。どうですか ?40 代、50代なんて。挑戦してますかしてないでしょ。ここで失敗したら、責任取らされると思って。 結局責任に怯えて責任を取らない方向ばっかり考えてるでしょこういうね、しょぼい腰が引けた40代50代が蔓延してるからこそ最もお荷物になるのがこの年代なんですよ。責任取っていきましょうもっと。そもそも責任回避して誰に責任取らせようとしてるんですか若い人たちに責任取らせようとしてるんですかね人間関係のトラブルっていうのはいろんなところに原因がありますけども多くはですね、責任回避しようとする 自分自身のせこい心から始まるんだと思いますよ。何が起きても、俺が責任を持ってやると。どうですかね去年は言えましたかね全責任は俺が取るから、思う通りにやってみろと。失敗いいんだよと。それが若者の特権じゃないかと。どんどん挑戦して失敗しろと。月が回ってきたら俺が出ていくるからと。そういったときに、どうですかね若い人たちがね。いや、あのおっさん口ばっかりだよ。 どんな責任を取れんでは笑わせんなって思われてませんかすでに。40代、50代としてはもう終わってますよ。今までの人生を反省するしかないですね。ということでね、人間関係のトラブルは、年長者が起こすと思った方が、より良い人間関係を築ける、その糸口が見出せるということになります。いつまで経っても、俺は悪くないと責任回避するのか、堂々と先頭に立って責任を取って、自分の 身をさらしてですね隠れずに誰かの身代わりになる覚悟があるのかそれが全て問われてるんじゃないかなと思いますよねまあ政治家さんがいい例ですよ秘書の責任にして自分自身はずっと当選を続けるでしょうこういう姿を見てどうですかね失望しませんかねでもその姿は私たち自身の姿なんじゃないですか進んで責任を取る気持ちありますかね去年はどんな責任を取って どんんななのケツを吹きましたかってことなんですよいいよいいよこういうのがさ上司や先輩の役目だから痛いてえ部分は全部俺のとこ持ってこいよぐらいの技量がなければとてもじゃないけどもついていこうなんて思われないと思いますけどもねはいそれでは次回はですね個別案についてお答えしていこうかと思います人間関係のトラブルこれからもね、えー、速っか塾の発信を参考にしていただけば幸いでございますそれではいってらっしゃい